お前さっきからビビってじゃねえの、手元のスマホ見まくってじゃねえよ。俺が見てんのバイタブのタンはやっぺよりバイト、それより俺のファイト、置いてけバイコフォン、握りスマートフォン、バイタブリはタンはリクルート。はい、お願いします。お願いします。松本さんがラップされるということで、でバトル形式じゃないですか。ちょっとプレッシャーがすごいなと思って松本さんになんかこう、ね、ラップでお前とか言いかけるっていうこうね、バトル以外じゃ絶対ありえないじゃないですか。なんですごい刺激的なシーンだなと思いました。はい、面と向かったらちょっと落ち気づいたりとか。いやもう本当普通だと落ち気づくと思うんで、逆にラップなんてギリギリいけるかなって感じです。他の種目だったらもう絶対無理でしょうね。はい、本当はやっぱ緊張の方が今さ、楽しみの方が、あ、全然楽しみの方が、はい、多いですね。はい、松本さんの印象っていうとどんな。いやもうそれこそ子供の頃からずっと僕小学校の頃からごつい感じとか見てたんで、なんでもろ世代なんで、ちょっとなんか一言では言い表せない特別な感情がありますね。はい、そうですね、こんな機会もうないと思うんで、しっかりバトルできるように頑張りたいと思います。DJ になります。はい、よろしくお願いします。よーい、レジファイト。お前さっきからビビってじゃねえよ、手元のスマホ長くてじゃねえよ。俺が見てるとバイトブルーターンはラップよりファイト、それより俺のファイト、置いとけバイコフォン、握るスマートフォン、バイトアピールターンは吹きたかーす。上がった、じゃあ行きますね。レディーファイト。今からビビケじゃねえの、手元のスマホ見まくけじゃねえよ。俺が見てるのバイタブスタンバイ、ラップよりバイト、それより俺のファイト、置いとけマスコンビニでスマートフォン、バイトアプリのサンバイインザハウス。はい、よーいスタート。レディーファイト。お前さっきからビビてんじゃねえの、手元のスマホ見まくてんじゃねえよ。俺が見てんのバイタブルタウンラップよりバイト、それより俺のファイト、置いてけバイトフォン、握りスマートフォン、バイトアプリのタウンは終了。カット、レディーファイト。お前さっきからビビてんじゃねえの、手元のスマホ見まくてんじゃねえよ。俺が見てんのバイタブルタウンラップよりバイト、それより俺のファイト、撮影を終えての感想を聞かせてください。そうですね、松本さんがすごかったですね。どん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 上手になられて、最後の方とかもうなんか自分の節回してらっしゃって、すげえと思いましたね。はい、結構もう素人目には結構テンポ早いなと思ったんですけど、いや結構難しい内容だったと思うんですけど、すっごいビシッとアジャストされてて、さすがだなと思いましたね。はい、結構最初結構苦戦されてました。どうですか。まあ普通僕でも苦戦するぐらい言葉詰まってるとこあるんで、でもそれが普通に、ね、撮影終わるぐらいにはもうなんかすごいところに持ってきてて素晴らしいなと思いました。
素人だとそんな早くできるものじゃないんですか？いや、そんなできないと思いますけどね。しかもお客さんもいるんで、はい、そんな中でもすごいなと思いましたね。はい、なんか撮影をしていて印象に残ったシーンとか何かあったりしますか？そうですね、やっぱ僕は松本さんにお前って30回ぐらい言ったのが結構途中から麻痺して何も感じなくなったのが逆に怖いなと思いましたね。はい、普段だと絶対言わない。いや、絶対言わないですよね。はい、なんか収録松本さんとなんかお話とかって、はい、あ、そのラップの言い方とかを僕とサイプレスレアので、ね、こう相談させていただいたり、こうでもそれもなんか自分の言い方ですぐやられていてすごいなと思いました。はい、結構自分なりにアレンジとかもされてた感じですか？されてたと思いますよ。特にタンバープの言い方とか結構いろんなパターン、動きとかも最初僕らもこう手を挙げればいいんじゃないかなと思ってたら全然違うよバーンってなってて本当に盛り上がってる感じがしました。はい、CM のこんなところに注目してほしいというポイントはありますか？そうですね、まあ、でもやっぱり僕現役のラッパーと松本さんが MC バトルしてるっていう絵は普通ないと思うんで、しかも実際の MC バトルでもやっぱこうスマートフォン見てたらやっぱ相当挑発行為じゃないですか。今まで僕もバトルの現場で見たことないんで、でもこれやったら相手切れるだろうなと思って、なんかすげえ新しい技だなと思いましたけどね。はい、実際の自分の今度のラップのバトルとかになんか、はい、なかなかできないと思いますけどね。でも誰かやったらウケるんじゃないかなとはすげえ思いましたね。はい、まあ、これからアルバイトを始めようとしている方たちのアドバイスとか応援メッセージみたいなのがあれば、はい、そうですね、やっぱりあの社会に出る一歩前というか、アルバイトって学生しながらとかこうなんかでもなんか初めての社会の接点だったりもするじゃないですか。なんでいろんなものを見て経験してなんか自分のこう進む道を決める指針になったらいいんじゃないかなと思います。アルバイトの経験が今になんか役に立っていることってありますか？そうですね、僕大学生の時はずっとコンビニの夜勤をやっていて、でもやっぱそのおかげで今があったりすると思ってるんで、いろんなところが見れて、はい、